こんにちは。This is Jasmine from the Nail Room. Today, I'm gonna do a negative space cross galaxy nail art tutorial.ベースジェルを硬化した後、マジェンタカラージェルを一度塗りしていきます。硬化させた後、二度塗り目をします。硬化させた後、ネイビーブルーをキューティクル側から爪先に向かってランダムに塗っていきます。その後、パープルとホワイトをネイビーブルーに添いながら、さらに空いている部分にもラインを引いていきます。筆をきれいにし、先ほどのせた色を軽く叩くように色たちをなじませて広げていきます。全体の雰囲気を見て色を足しながら調整します。納得のいくデザインになったら、アートブラシで小さなドットと星を描いていきます。硬化をさせた後、ブラックを爪全体に塗ります。硬化はさせず、ネイルクレンザーを含ませたアンギュラーブラシでクロスの形にブラックを拭い取っていきます。
綺麗なクロスの形になったら硬化させ、トップジェルを塗り硬化させて拭き取ったら完成です。So there you have it, a negative space cross galaxy nail art tutorial. Thank you for watching and don't forget to subscribe to the Nail Room.